松本潤はジャニーさんのことを清掃のおじさんと思っていた。家でお風呂が沸きましたと機械に言われ、今テレビ見てるからと返事をした。桜井くんを溺愛していて、大学帰りを待ち伏せして一緒にご飯に行った。松本は常に風邪薬を常備しており、メンバーが風邪をひくとすぐに薬が出てくるため、相場から松潤薬局と呼ばれている。